こんにちはですとりあえずやっと冬終わったーとか言ってるとまた雪降ったり雨降ったりするのがトロントの天気なので。 まだなんか油断はできないんですけど一旦まあ15度ぐらいまで上がったりするので、まあ、これはもう春でいいんじゃないかなと私は勝手に思っていますはいでこれ1個目はのの中のなんかちょっっと端っこの方にあるカフェですこの日はなんかこのデニッシュみたいなのめっちゃ美味しそうで頼みました結構閉店間際に行ったのであんまり種類はなかったんですけどクロワッサンもすごい大きくて美味しそうでしたでこれはセントクレアウェスト沿いにあるスコーン屋さんなんですけどここもずっと行ってみたくてやっと行けました、えっと結構 閉まるのがが早早くくくて2時時とか3にに毎日閉まっちゃうみたいななののののででるべく早めめ行くのがおすすめですこの卵のやつめっちゃ美味しそうだったんですけどやっぱり私は甘党なのでもうこういうのを見てしまうと甘いものにどうしても行ってしまって今回もキャラメルのスコーンを頼みましたあとはアメリカのですお客さんは結構1人で来てスコーン1つだけ頼んでパパッと食べてパパッと帰るみたいな人たちが多かった印象です。 この下がちょっとジャリジャリしててそれも美味しかったですこれはコーリペとかあの辺のお店たちを通り過ぎてもうちょっと行ったところにあるフレンチのお店です中入ったらこんな感じでめちゃくちゃ可愛くてなんかちょっと海外に旅行に来た気分になりました一緒に行った方がですねここ前パスタを食べてすごい美味しかったって言ってたのでこのメニューの中から探してみたんですけどパスタが見当たらなくてサーバーの人に聞いたら「 別のメニューを持ってきててきくれてそれにはパスタとかあとリゾットとかもあって私は結局シーフードのこのリゾットにしたんですけどめちゃくちゃ美味しくて一瞬で食べ終わりましたでこれはシティホールの近くにあるカフェなんですけど、えっと、YouTube を見てくださってる方がの前に教えてくださってやっと行ってこれました何かビルに入って目の前にいきなりバーって現れるのですごいインパクトが。 大きかったですで1階にもちょっとだけ席あるんですけどこうやってあの階段に登って2階に行くと結構あのたくさん席があって仕事をしてる人とか勉強してる人が多かった印象です。 はい、奥こんな感じですまたまたスコーンを頼んだんですけど頼み終わってからレジの横側にショーケースがあるのが見えてそこにすごい美味しそうなサンドイッチたちがめちゃくちゃたくさんあったのでそれもちょっと頼んでみたかったなと思いましたこれはチャイナタウンの近くの台湾のタピオカのお店なんですけど。 あのずっっっとととなんとななんく気になっててやっと行けましたでここ甘さが 70%30%0% からしか選べなくて、まあ、もちろん私70選んだんですけど表の上に70%シュガーパーフェクトみたいな感じで書いてあって、まあ、結構甘いのを想像してたんですけど、はい、これ頼んだの「タロキング」っていうのを頼んだんですけどここにもこうやって「パーフェクトシュガー」って書いてあるじゃないですか。でもなんか個人的に私全然甘さが 足りなくてちょっとうんって感じでした。で、これはランズダウンの駅から歩いて、23分のところにあるメキシカンのお店です。私、2021年の秋から半年くらい。ここのほんとすぐ近くに住んでたんですけど、その頃はなかったので、まだ結構新しい方だと思います。私はえっと店員さんにおすすめを聞いてこれにしました。 えっとはいこれはですねそっからまた歩いて10分ぐらいのところランズダウンとダッファリンの真ん中ぐらいにあるところですこれ多分昔おじんとの近くにお店があったと思うんですけどそれとここにもともとあったお店が合体してなんかさらに強くなってました で次はケンジントンの中にあるあの有名なムーンビンコーヒーというところに行ってきました。お店のグッズとかあとコーヒーの豆とかもたくさん売ってました。アメリカのめちゃくちゃ美味しかったです。ケンジントンに行った際はぜひ飲んでみてくださいで。これはダンダスストリート沿いにあるカフェで、なんか見た目すごい新しそうでした。私がインスタでフォローしてるなんかパンとかあとお菓子とか作ってる方がいるんですけど、この日はその方が作ったものをここのカフェで売っているっていうのを見たので。 ちょっと気になって行ってみました。インスタで見たのがこの T ケーキのアールグレイと抹茶だったので、それを一つずつ頼んで、あとは抹茶ラテも頼みました。なんかこの机の上のチューリップがめちゃくちゃ可愛かったのと、あと店員さんがすごい親切で、なんかこの日本当私心が疲れ果てて、もう家の外出たくなかったんですけど、なんか最終的に来てよかったなと思いました。はい、ということで皆さん、あの、明日からも1時間張りましょう